展示会だ、展示会。アグリダイレクトのデュアルホイールキット。これでかい。ヤンマーのトラクターだ。楽しいね。ヤンマートラクターに変えるか。相撲取りさんどうですか。そば工房双葉さん、皆さん食べに来てください。ヤンマーの新社屋落成記念ということでね、お邪魔しておりますが、これがね新社屋ですね。すごい立派な建物でございます。中あったかいね。太刀の高い立派な倉庫でございます。先ほどね説明いただいたヤンマーのトラクターのまた違うタイプでございますが、今日ねちょっとお孫さん来てんだけど、もう爆睡してるんでね車の中で休んでおりますが、これ前も見たポテトリッチャーですね。これがニプロのバーチカルハロー261万円。これニプロのグランドハロー284万9000円でございます。高北のライモサーですね137万円。高北の、あ、牛屋さんのやつですかね、これね。ロールをカットするなんか端っきみたいですね、これね。モンセムですね、 4K 742万5000円の端っきでございます。あ、これビコンのねセクションコントロール、先日も久保田で見させていただきました。あ、先日はどうもありがとうございました。もう早速ねアップさせていただきましたんで、これ本当ねいいですね。はい、ありがとうございます。やっぱジョンディアのトラクターね、お孫ちゃん乗したかったね。もう爆睡しちゃったんだよね。2876万5000円でございます。はい、丸山の自走式スプレーヤー、これもね前見ましたね。丸山の牽引スプレーヤー、強力のスプレーヤー、アグリダイレクト、あ、これうちで使ってたやつだな。デュアルホイールキット、どうもこんにちは。アグリダイレクトさんですか。これはこれはアグリダイレクトさんのイマンツのスペダスペダ、うんうん、社長とも副社長ともあってね、アグリダイレクトの道田さん、部品の道田。あ、道田さんよろしくお願いします。これねデュアルホイールキット579,700円、ホイール価格ね。したらこれ、はい、スペーダーも今日は持ってきてるんですけど、前スペーダーの方は取材させていただいたん で、はい、で今回このデュアルホイールキットっていうことで、はい、これね私実は昔使っておりまして、今ねちょっとでっかいトラクターに変えちゃったんで今はないんですけど、むちゃくちゃいいんですよねこれね。そうです、やっぱり牽引力とかも変わって、ね、抜群にです。してロータリーかける前に私あのこれをつけることによってタイヤが刺さらなくて、はい、静止力がすごくアップしたんですよ ね、 そうですね。後ろのタイヤだけですか、この579,700円ってのリアのホイールのセットになるんで。あ、じゃあ日本で579,700円。そうですね、はい、あのパチンパチンと止めるやつもついてる。そうですね、取り付けの金具のクランプとアイナット、はい、フック、はいはいはい、全部セットで。あ、そうですか、はい、タイヤは自分のつけりゃいいわけですからね。古いタイヤだったり、それこそ捨てタイヤ履かせて、はい、トラクター自体に新しいタイヤ履かせるって方も、はい、うんうん、なるほどね。前タイヤっていうのは今日は持ってないですね。売ってはいるんで。あ、そうですか、はい、一応まあ一番出るサイズじゃないですけど、とりあえずまあ後ろ履いときゃいいかなっていうのはね。後ろだけ履かせてる方も、はい、写真にもあるんですけど、後ろだけにつける方もいらっしゃいますし、うんうん、そうそうそう、はい、私はね前もつけてたんですけど、ね、後ろだけでも十分あの刺さらないんでね。そうですね、まあ前はいらないっていう方も、前後でつける方もいらっしゃいますし、うんうん、アグリダイレクトの道田さんでございました、はい、ありがとうございました。すいません。和光のチェーンスプレーとかお蕎麦もね無料サービスですかね、これね。これはお蕎麦とか無料でやってるんですか。無料で今時ね、なかなかね、せっかくですから一杯いただけるでしょうか。じゃあうどんいただきます。相撲取りさんだったんですか。お相撲取りさんの方が今あのうどんを作られてる。全然スマートでらっしゃるね。俺のがなんかお腹出てる感じするんですけどね。お相撲取りさんが作るうどんはきっと美味しいでしょう。いただきます。蕎麦工房双葉さんってお得ですよね、有名なお蕎麦屋さんですよね。そこで料理作られてる方がもっと伊勢の海部屋柏堂さんとこの力士をやられた方。ああそうですか、それはそれは。ぜひね双葉さんにもね直接皆さん行ってね、本場のあのちゃんこじゃないですけどうどんをね、はい、ちゃんこもやってます。あ、ちゃんこもやってんだやっぱり、はい、双葉さんをねぜひよろしくお願いしたいと思います。じゃあ私うどんいただいていきます、はい、まだ体格いいですよね、背も大きいですね。双葉さんって有名だもんね。本格的なおうどんがタダでいただける、今時ねタダでうどんそば食べさせてもらえる展示会ないですからね。しこなっちゅうんですか、お名前はなんて。荒熊っていう。荒熊さん、元力士の荒熊さん、麺工房双葉さんね、美味しいおそばをちゃんこも食べさせていただけるそうです。じゃあ美味しい おうどんいただいて帰りたいと思います。これお孫ちゃんにも食べさせたよね。 ありがとうございます。七味お孫ちゃんに食べさすからあれだな、七味入れないで。車の中でねお孫ちゃん爆睡してるんでね、ちょっとこれ持って帰りたいと思います。あ、すいません、ありがとうございました。はい、ということでお孫ちゃん起きました。おはようございます。はい、ちょっとトラクター見て歩くか。さっきの元お相撲さんのところに名刺をちょっとお渡ししよう。おうどん美味しかったかよ、お孫ちゃん。少し食べた。わあすごい、うどん屋さん並んでます。双葉さんってね有名なお蕎麦屋さんだからね。これ私名刺でございます。あの僕の名刺。あ、そうですか、ありがとうございます。あの名刺ちょうど
題します。蕎麦工房双葉さん、ぜひ美味しいんでお届けちょ、皆さん食べに来てください。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。お孫ちゃん、展示会だ、展示会。トラクター乗るか、ペッペケペって。乗ってみるか。あ、お孫ちゃん、ちょっとトラスト機構さん、トラスト機構さん、どこ行ってもね展示してあります。社長さん、相変わらず光ってるでしょうか。あら、吉羽くんではございませんか。お孫ちゃん、吉羽くんで、吉羽くん大きいでしょ。身長190ぐらいある、 186？ 大きいね。お孫ちゃんもそのぐらい大きくなりたいね。お孫ちゃんの面倒見てね、私ね何もできません。あれだね、明日は小金だね。明日もこうやって撮りますんで、ぜひご登場よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、お孫ちゃん、ちょっとさっきねこれ乗せてもらったの、これちょっと乗ってみるか。よかったね、起きて。ヤンマーのトラクターだ。すごいんだぞこれ、ボタンピッピッピッって。これお孫ちゃん、おお、そうそうそう、ピッピッピッってやるの、これピッピッって、そう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 、これをピッてやる、これピッて。すごいね、かっこいいね、ヤンマートラクターね。お孫ちゃんご機嫌だね。楽しいね、嬉しいね。かっこいいね、この赤いのね。ヤンマートラクターに変えるか。そんなことしたら怒られるね、会長に怒られるわ。はい、とてもご機嫌なお孫ちゃんでございました。楽しいね、寝起きです。はい、お孫ちゃん楽しかったね。あー、すごいわ。わ、こっちにはジョンディアあるわ、ジョンディア。でっかいトラクター、これお孫ちゃんが眺めております。乗りたいけどちょっとこれ高いね、上がね。危ねえからやめましょう。ということでね、はい、ヤンマーのね新社屋、すごい立派な建物の落成記念展示会でございました。お孫ちゃん帰りましょう。はい、どうもお邪魔しました。どうも。お孫ちゃん後半ね目が覚めてヤンマーさんの展示会見てきました。ということで、どうもお疲れ様でした。帰ろう帰ろう、寒い寒い。すっかりトカちゃん真冬に戻ったぞ。お孫ちゃん、お孫ちゃん、あれあれ、ドラえもん、ドラえもんのドラえもん。おお、ドラえもんだ、やったー。はい、お孫ちゃん飛行場来たじゃん。おじじとお別れだにゃん。あらあら、機嫌治りましたか、二号くん。おばばに抱っこされて機嫌治りましたか。車の中暑かったか。飛行機でおとなしく乗っててくださいね。頑張って行ってきてください。ご機嫌になりましたね、兄弟で。バーでなくて。お孫ちゃん飛行場だ、飛行場。あなた眠たいでしょ、グズグズ言ってますね。ちょっとグズついてますよ、お孫ちゃん。グズつかないでくださいよ、飛行機の中で。ママとおとなしくしててくださいね。よろしくお願いします。2号くんはおとなしいです。いってらっしゃい。お孫ちゃん、これなんかジャンプ、少年ジャンプ昔読んだけどね。おじいちゃんこち亀とかしか見てませんよ。はい、パパと一緒に、ママと一緒に東京行ってきてください。バーって。はい、お孫ちゃん行ってらっしゃい。お孫ちゃんたち行ってらっしゃい。気をつけてね、おとなしくするんだよ。じゃあね、バイバイ。